皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年9月20日あれ9月20日9月20日の火曜日ですか。火曜日で合ってます？火曜日ですよ、火曜日ですよ。もうわからなくなっちゃってすみませんね。これでもこのまま今回は続けさせていただきますよ。やっぱりなるべく NG っていうのはそのこの僕の生の声をお届けできないので、そうなんですよね。なんか上手に上手にっていうのは僕はどうかと思いますからね。失敗僕の一部だと思ってどうか受け止めていただけますと幸いです。そして本日ですね、あんこさんよりお便りをいただいちゃいましたよ。この内容をお読みしてよいのかどうかは分かりませんので、ですから僕の胸の内にはしまっておきますが、とってもとっても美味しそうなお夕飯の情報と、そして何より僕を褒めてくださるメッセージが書かれていらっしゃるのでした。ありがとうございます。もう僕は褒められて育つリスですから、もう今こうしてお便りをいただけましたことで確実にレベルアップしましたよ。そうですね、まあレベルとしては 0.15 ぐらいでしょうか。レベル 0.15、 はい、さっきまではレベル 0.11 だったのがもう一挙に 0.1、 もうわからなくなっちゃいました。わからなくなっちゃいましたが、確実にレベルアップした次第でございます。ですからちょっといつもより僕の喋り方が滑らかじゃございませんか。若干そう思いますよ。はい、褒められたので僕はレベルアップしたと思います。あんこさん本当にありがとうございます。そしてですね、あんこさんの豪華なお夕飯に対抗すべく、僕のじゃあ昨日のお夕飯行っちゃいましょうかね。じゃあ行きますよ。僕の昨日のお夕飯はわかめラーメンでございます。今途中止まったのは舌を思い切り噛んだのでございますよ。喋っている途中で、あーまたこれ思い切り噛んじゃったな。もうなんかもう鉄の味がしますよ。鉄の味が。僕ってなんか舌を噛みやすいんですよね。何なんでしょうねこれ。もう本当に嫌なんですよ。はい、そしてわかめラーメン久しぶりだと思いませんか。なんと僕はアドバイスをいただいたんです。最近暑いものがちょっと苦手で、猫舌の僕は熱いもの避けたいんだよというお話をしましたところ、じゃあいい方法があるよということで、それカップ麺から汁をなくせばいいんだよというご助言をいただいた次第でございます。ですので僕はじゃあわかめラーメン作って汁なしにしちゃおうよというような感じで作ったのでございまして、昨日はわかめラーメンになったのでございます。ですがですよ、なんとその汁をどうやって排除していいかわからず、結局のところ普通にわかめラーメンを食べちゃった次第でございます。アドバイスを無駄にしてすみません。でもどうやってカップ麺から
お湯をお湯を排除すればいいのです。そこがとってもわかりませんよ。どうやって取ればいいのか。それにその僕はそのお湯を見れば見るほど、スープを見れば見るほど、もうどん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 捨てられない思いが強くなって、そこもできなかったのでございます。捨てるに捨てるのもったいないっていうような感じになってしまいまして、ですから結局のところ僕には汁なしはできないかもしれません。汁なしにできなくて本当にすみません。ただやっぱり久しぶりだったこともありまして、暑い暑いは確かに薄皮がめくれちゃうんじゃないかなっては思いましたが、それでも美味しくは食べることができました。とっても美味しかったです。そんなこんななお夕飯でして、どうでございましょうか。あんこさんとの勝負、果たして勝ったか負けたかと言いますと、負けちゃってます。はい、あんこさんのお夕飯はものすごい豪華でしたから、僕が到底叶うべきものはありませんのでした。とのことでして、ちょっと長くなっちゃいましたね、すみません。本日のお便りいきますね。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、もういきなりですけれども、お便り見ちゃいますから、じゃん、これはサンピアさん、いいお一言くださいましたね。いいお一言、これは本当にまあまあ、じゃあこれをご覧の皆様にそうなんですよ、お知らせをしたいと思います。あ、その前にこのお一言のご説明しましょうかね。このご説明を簡単にしますと、内緒の場所を指し示していらっしゃる、そういうようなお一言でございます。内緒の場所を、はい、内緒のプレゼントがあったのでございますよ。その内緒のプレゼントは何かというのは、このサンピアさんからいただきましたお一言で、はっきりするといたしまして、じゃあその内緒の場所を皆様に、これをご覧の皆様に公開したいと思います。じゃあ行きますよ。はい、ここでございます。ここはジャムキッチンのホームページでございます。そしてこの最後、はい、ドットコムの後にスラッシュ、そして小文字で DL スラッシュ、つまりスラッシュ DL スラッシュと付け足してください。はい、スラッシュ DL スラッシュですよ。そうしますと内緒のサイトにつながります。はい、そこでプレゼントできるのが今回のお一言でございますよ。はい、そういうことでして、ぜひとも訪れてくださいませ。ただですからね、ただでプレゼントですよ、もちろんですが。そして僕にとっても関係しているものでございます。とのことでして、いかがでございましたでしょうか。サンピアさん、ありがとうございます。こうして皆様にお伝えする機会をくださいまして、ではでは行きましょうかね。サンピアさんの一言、ではでは行きますよ。サンピアさんよりの一言、どうぞ。
秘密の壁紙ちゃん。